広島高等工業学校。広島高等工業学校は、1920年、大正9年1月、広島市に設立された管理ツの旧制専門学校。略称は、広島高校。この記事は解消後の広島工業専門学校、広島高専についての記述も含む、第一次世界大戦中の後継期を受けて、大工業が存在しない、広島県では、 工業振興のための工学教育を求める声が地元財界の間で広がり、当時西日本では大阪と熊本の2校しか設置されていなかった、東工業学校、高校を広島に誘致しようとする運動が起こった。誘致運動は広島県の強力な財政的バックアップによって展開され、その結果1917年、大正6年の 第39回特別帝国議会において、横、広島、金沢の3市に高校を増設することが決定され、1920年1月17日の文部科学省直轄所学校完成の改正、直例第15号により、広島高等工業学校が設立、完成交付された。設立に最初代校長には、川口虎尾が就任し、機械工学科、電気工学科、 応用科学科の産学科が設置された。川口校長は、地元経済と密接な関係を保つため、学校開放主義を標榜し、工業講和会や、展覧会の一般公開などの行事を積極的に開催し、また地元業界のための技術改良や調査研究が進められ、1929年、昭和4年には、地元の醸造業界の要望におる形で、 醸造学科が新設された。1937年以降、日中戦争の全面化により、戦時体制が進行すると、軍事産業のための教育、研究が重視されるようになり、この年度から、広島高校は生徒募集定員が増加することとなり、1939年3月には、工作機械学科が設置された。さらに、広島市を含む、 重要工業都市に所在する高校6校に夜間部の設置が義務付けられると、臨時補修課、夜間部、1942年1月、第2部機械工学課、応用科学課、同年3月、第2部電気工学課、1943年1月が次々に設置された。また、工業教員の需要の高まりを背景に1939年5月には、 不設臨時工業教員養成所、後不設校教員養成所が設置された。1942年度からは、修行年限が3ヶ月短縮されることとなったが、他の高等教育機関の徴兵猶予が廃止されても、高校の猶予措置は引き続き継続した。第二次世界大戦中の専門学校例改正に、伴い、広島高校は、広島工業専門学校と解消され、 学科も第一部は、機械化、電気化、化学工業化、発酵工学科の四学科、第二部は、機械化、化学工業化、電気化の三学科に再編された。廃線間近の1945年4月には、造船化が新設されたが、この時期になると、生徒の大半は、各地の軍事工場に勤労動員されるようになり、学校としてはほとんど機能を停止するに至った。 同年8月6日の原爆投下により、市内中心部に位置していた広島高専は、施設、教職員、生徒ともに大きな被害を受け、その後廃線を経て、しばらくの間郊外への疎開を余儀なくされた。本校復興講演会、1946年結成の活動により、広島高専が現行地への復帰を果たしたのは1947年1月である。 1948年、広島文理科大学を中心に、広島総合大学を設立する運動が本格化すると、高専内部にもこれにこ応して、広島総合大学工学部設立委員会が発足した。そして翌1949年5月、国立学校設置法の交付によって、広島大学が発足すると、広島高専は包括され、 広島大学広島工業専門学校と解消、広島市立工業専門学校と共に、同大学工学部の構成母体をなた。1951年3月には、構成及び、不設工業教員養成所の最後の卒業式が、挙行され、同月末日不設工業教員養成所と共に、廃止された。なお、附設工業教員養成所は、新生広島大学工学部で、 工業教員用課程としして復活した。広島高等工業学校長、広島工業専門学校長、設立時の高地はもともと旧広島藩主の浅野市の所有地で千田町、現在の広島市中区千田町三丁目の一角にあり、西隣には県立広島工業学校、現県立広島工業高等学校が立地していた。また近隣には、後、 広島大学本部キャンパスとなった広島高等師範学校広島文理科大学のコーチも所在していた千田町コーチは基本的には高校、高専の新生大学移行時まで維持されたが原爆被災による校舎倒壊の結果一時使用不能となったため広島高専は1945年10月から呉市広町の第十一海軍航空省校院養成所の 建物を仮校舎として開校。1947年1月になって、仙田町の旧校舎に復帰した。その後、仙田町校地は、広島大学工学部に継承されて、仙田キャンパスとなり、東広島キャンパスへの統合移転まで使用された。1982年、高大全学部のスタートを切って工学部が、東広島市に移転した。その際、 千田キャンパス跡地はさら地にされ、その後1988年以降、千田公園として整備されて、現在に至っている。このため、旧高校、高専時代の建造物はほとんど現存していないが、高専時代から新生工学部に至るまで使用された、正門門柱、被爆建造物は、学部のシンボルとして、移転先の学部本館正面前に移築され現在に至っている。 また、当時の正門近くに位置する広島市、総合健康センター、健康科学館の正面前には、かつての高校、高専の正門前の石垣の被爆石を積み上げた、ものを基礎とした、広島高等工業学校、広島大工学部創立75周年記念碑が、広島工業会、当時によって、混流、1995年されている、醸造学科実験室は、 高校時代の1929年頃に竣工した RC 作り2階建ての建造物である。大部分が木造2階建てであった同校校舎の中では数少ない非木造の建造物であり、原爆被災時には爆心地から 2.06km の位置にあって爆風によって屋根が大破したことを除いて建物自体に大きな損壊はなく、火災も発生しなかった。 公選の疎開先からの復帰と授業再開を経て、新生広島大学の発足後は、同大学の工学部発行工学科の本館として、使用された。しかし詳細な時期は不明であるが、九百六十八年、頃解体、撤去された。九百四十五年、昭和二十年八月六日の原爆被災時、広島公選校舎は、爆心地より二点一キロメートルに位置し、 公選では授業、勤務を開始した直後だった。原爆炸裂による爆風で、ほとんどが木造二階建てであった校舎は、火災は出さなかったものの倒壊、大橋校内の生徒、職員などから多くの死傷者を出した。死亡者数は即死、または数ヶ月以内に死亡したものだけで教職員が十四名、三年生が二十三名、二年生が三十四名、一年生が三十一名で、 1百二名である。新生広島大学移行後の1972年3月には、広島大学原爆死没者慰霊行事委員会が発足して、公選を含む広島大の旧正包括校の原爆犠牲者の慰霊事業が行われることとなり、その主要事業として1974年8月、広島大学原爆死没者追悼の日が混流された。この石踏みは、 広大本部が東広島キャンパスに移転した後も東仙田キャンパス内に残され大学関係者によって毎年慰例式典が行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。